こんにちは、鍼灸整骨院清春です。今日はですね、この手首の痛み TFCC 損傷と言われるものを早くですね改善させる方法を説明させてください。特に手首をこうひねったわけとか打ったわけでもないのに手首がなんかずっと使いすぎて痛いとか、そういった方々、これ TFCC 損傷になってる可能性かなり高いです。今回のケアを使っていただいて、スポーツでやったりとか仕事だったりとか、そういった痛いことによってできないことがしっかりとできるようになります。ぜひ使ってみてください。では治し方に行く前に、ちょっとですね、 TFCC 損傷は何なのかを簡単に説明させてください。手首の動きを良くしたりとか保護してくれる様々な軟骨とかがあります。その軟骨いっぱい種類あるんですけど、それら含めて全部どこかしらが怪我した状態、これ TFCC 損傷という形になります。もう大雑把にですけども、そんな感じです。 TFCC 損傷の方は手をですね、こっち向きに向けたりとか、この小指側にですね、こういう倒す動き、これすると結構この手首の小指側が痛くなる方非常に多いです。こういった症状の出方する方はかなり効果的になるので使ってください。では早速一つ目のケアからやっていきます。まず一つ目はですね、まず手首の関節の動きをちょっと綺麗に出す必要があります。まずこの手首のところですね、こういう感じで曲げたりするとこうシワが寄ると思います。このシワの部分をですね、指でガッと掴むような形で、一周するような形で掴んでください。で、実際に一周しなくてもいいです。大体まあこの辺を掴むっていうイメージを持ってください。掴んでいただいたら、ちょっとですね、軽くクッと圧迫するように力を入れていただいて、この輪っかの方ですね。その状態で手をこのような形で上下に、手をですね、こういう形、この動きですね。この動きで、ちょっと軽くこういうクッククッククッと動かしてあげてください。こういう形ですね。これ今からですね、2個目3個目のケアをやっていくんですけども、その2個目3個目のケアの効果を上げるっていう効果があるものになります。まあ言ってしまえばセルフケアを今から行っていく準備運動で、ちょっとこの関節のですね、スムーズな動きっていうのを獲得してあげるようなやり方になります。だいたいですね、30秒ぐらいちょっとこういう形で動かしてあげてください。はい、それでは次に2つ目いきます。2つ目からがかなり重要になってくるので、しっかりと見ておいてください。まず TFCC 損傷の方っていうのは、さっき言ったこの動き、この手首がこの指をですね、小指側にこうやって倒す動きと手首をこうやって反る動き、だいたいこの2つが痛いことが非常に多いです。それ以外の痛みの出方をする人もいらっしゃいます。で、ご自身でですね、どの角度でちょっと痛いかっていうのをまずちょっと確認してください。例えばこの角度のこの辺でも痛いですっていう方は、その角度をまず覚えてください。で、次やってほしいのがですね、手首のこの腕の部分あると思います。この親指側、この親指のところからですね、だいたい腕のこの肘の関節のちょうど真ん中のこのあたり、親指のこのラインのところからだいたいこの肘と腕の真ん中のちょうどあたり、まあ、この辺だいたい大雑把でいいです。この辺にですね、 TFCC 損傷を起こしている方っていうのは、ものすごい筋肉の硬さであったり、ゴリゴリしている部分がある方が非常に多いです。まずこの赤い部分、ここをまずグッと親指で押し込んでください。そしてその状態のままですね、押したまま親指側に皮膚をずらす、押してグッとずらす、こういう形の状態をちょっとキープした状態で、さっきの痛かった動きがですね、さらにちょっとこう行きやすくなったりとか、痛みが減る場合があります。それがちょっとあるかどうかも少し確かめてみてください。で、動かした時に明らかにちょっと痛みが楽になるっていう場所があったら、かなりそこがですね、今回の TFCC 損傷で治す上で非常に重要なポイントになるので、そこをちょっとまず作ってみてください。ない方もいらっしゃいます。ただある方の方が多いので、ちょっと調べてください。そしてその部分を見つけたらですね、グッとまた押して、その状態で手首の方向にちょっとずらしながら、痛い動きをですね、ちょっと連続でスッシュッシュッとちょっと繰り返してください。こういった形ですね、いくっ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 と、こういった形ですね。で、行く範囲がどんどん広がってきた方っていうのは、さらにですね、ちょっと行ける範囲を増やしていくような形で動かしましょう。で、絶対に気をつけてほしいのはですね、これ以上行くとめちゃくちゃ痛いけども我慢してなんとかグッと曲げるみたいなことをすると、これは悪化する可能性があります。グッと押しながら痛くない範囲でクッ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 と軽く動かしていく、こういった動きをやってください。これは小指側に倒した時痛いタイプの方なんですけども、こっちですね、この手首反らす側、こっちで痛い人も
はそっちの方でやってください。またこっちの下に倒していたい人も一緒でグッと下の方向に向かって動かすようにしてください。はい、そして次に3つ目も一緒に説明していきます。最初この2つ目はこの部分って言ったんですけど、実はこのラインがですね、小指側にも存在します。手のひらを上に向けてこうやって伸ばした時に、さっきのですね、この小指側のこの手首のこのシワがあるところと、大体肘のちょうど真ん中のこの辺のところ、今赤の点で描いたこの部分ですね。この部分にまた TFCG 損傷と関係する筋肉の塊があることが結構多いです。これもですね、ちょっと細長い範囲にあるんですけども、こういう感じでですね、ちょっとこう人によって個人差が結構あります。大体真ん中寄りなんですけど、ちょっとこう上の方に行ったり下の方に行ったりっていう方もいらっしゃるので、ちょっと探してみてください。ここもですね、親指でグッと押さえたまま、その状態で手首側に向かって指をグッと上にずらす形。この状態だったら上にこう上げる形ですね。その状態で、この動かした時の痛みが減ったり、また消えたりする場合がありますので、ちょっとそこをまず探してください。これもですね、人によってない場合があります。ない方はただここを押さえるだけで大丈夫です。そして、親指で押しながら手首の方向にグッとずらして、その状態でまたさっきみたいに痛い動きをちょっと繰り返します。痛い動きを痛くない範囲で行うような形です。でちょっとずつ行ける範囲が広がってきたら、少しずつこう振り幅を大きくしていってください。こういった形ですね。この2つの筋肉腱が原因で TFCC 損傷の痛みが引き起こされている方って結構多いので、実際に使ってやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。今回は TFCC 損傷を自分でしっかりと治す方法に関しての説明をさせていただきました。ではこの動画の内容がいいと思ったら、チャンネル登録や高評価もお願いいたします。そういったものをいただけると、この動画の価値が上がって、同じ症状で悩む方が動画で検索した際にこの動画の内容が表示されやすくなります。ですので、同じ症状で悩んでいる方のためにチャンネル登録や高評価をお願いいたします。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。